こんにちは。はい、お待たせしました。 1,2 年生ですね。今度はね、8月8日締め切りの 1,2 年生の講室課題です。広い草原で牛が草を食べていた、とこちらをね書いていきます。各学年ね、そうなんですけど、しっかりね折ってください。手本は折っていいので、折ってすぐ隣に置きましょう。今回はちょっとこれね、毎回言ってます。で、それではね、ちょっと大きくしましょうか。大きくして書いていきます。どこだ、ここかな、もうちょっとこっち。はい、広い草原。あ、そうそう、手本はね、これ真ん中の線なので、参考にしてください。で、これちょっと真ん中の線一応引いてみましたけど、火の書き方、クイッてクイッて真ん中辺まで持ってきて膨らみます。ぷくっとで、ちょっと左寄りで止まっていいので、この辺までこうやってきて、こういう風に火はなんとなく斜め向いてるような感じでいいですよ。はい、ロです。クイッ、ここもクイッ、多いですねこういう動きね。ウィッと来たらこう短くしておくことがポイントです。これは外形どうなってるかって言ったら、こういう風に広がっていきたいんですよ。なんかちょっとひし形に近いような感じですけど、ちょっとね下の位置はね、ひし形よりもちょっと下がね広くなってますよね。こっからこう来て、お尻あまり上げません。上げないで真ん中で切りましょう。これロはね、長くこう上に結構こうくるんって回っちゃう子も多いんですけど、あんまり上まで来ない方がいいです。で、いいですね。いはね、簡単そうなんですけど、意外とねこれみんなできないかな、できてる子の方が少ないかもしれない。内側にこうやって来たいんですよ、これで。こういう風に跳ねたいんです。ここからギューッと持ってきたいんですよ。で、そうするとこういう風に斜めになるでしょう。斜めのラインで、この入りよりもこれちょっと上から入りたいんです。これね、意外とうまいんだけど、こういう風に立ってる子が多いので、これを寝かせて内側入って、こういう風に持ってきてください。はい、草原でなので、これは草という字ですけど、これね上の方で、なるべく上の方で書いてください。あ、1,2 年生、そっか、1年生まだこの草難しいですね。草冠です。まず冠、冠だからあんまり大きすぎても変です。これが頭だと思ったら、ちょっとこれにちょうど乗っかるぐらいにしてください。大きすぎないでね。で、ここキュッキュッっていう風に、必ずキュッとし、ちょっとね顔をシュッとさせてあげるようなイメージで、で、ここ手のようなこの子ですけど、これが一番長くなるようにしましょう。長くしてあげて、で、ここ付け根、首のようなこの付け根しっかり見せてあげて、なるべく下まで、で、軽くスッと抜いていいです。草原、こうふっくらとして、でも傾くわけじゃないですよね。こうしなって膨らんでるけど、これがこういうわけでもないし、こういうわけでもないってことですよね。これが難しく感じるかもしれないですけど、こう優しく入って、沿うようにして、こういうふうにまた戻ってくればいいです。今ここの線をほら、これにほら沿ってるような感じでしょ。そうすると、傾いてるようには見えないんですよね、膨らんでるけどね。で、ここからこう長く、なるべくこう右にこう行こうとする動き、なぜかっていうと、次ここから上に行きますね。ここから上、ここからこっちじゃないんですよ。ここからすぐ上でいいぐらいなんです。ここ広く開けます。開けてあげると、ほら字が大きくなるんですよね。これ間違ってこっち側に来たとしたら、ほら細くて小さい字になりますよね。だからひらがなっていうのは、こう空間を大きく取ってあげると大きく字が書けるっていうところです。この毛もそうなんですけどね、うんとかもそうですよ。こういうところ、
これが小さくなっちゃったらどうなるかって言ったら、こっからこう来て、あ、まず綺麗なのから描こうか。これ綺麗なやつ。こっからこう来て、こうなったらほらちっちゃくなる。普通に小さくなりますよね、しぼんじゃうみたいに。そう、だからその辺を気をつけてください。ちょっと大きかったかな。ここからここの長さで字の大きさ決まっちゃうので、だいたいちょっと大きかったですよね。まあいいか。で、はい、折ります。いちいちめんどくさいけどね、はじめね。そして牛がです。あ、もうね漢字出てこないですよ。牛もひらがなだしね。これこういう点が、あ、見えない。点がある字っていうのは、だいたい点は真ん中ですよね。真ん中からこういう風に打ちます。お尻をギュッと出すような感じね。こうじゃなくてね、こういう点の打ち方、これで、これ見てください。点よりもこの入りはすごくこっち側なんだけど、点よりもここのお尻の部分はあんまり出ない。あんまり出てないでしょ。少し出るぐらいで、こちら側をこう主にこうグワーンってきて、ストーンって落ちるような感じ。ちょっとこれ大げさにやりすぎたな。こうしてこのくらいでいいか。こういう風にこのぐらいでいいや。で、何がしたいかって言ったら、縦長にこれの字は見せたいんです。だけどここの隙間も開けたいんですね。あれもやりたいけどこれもやりたいみたいな、なんかすごいわがままな気がするけど、これはね、マスに入れようと思うからそれなのね。マスがなければだってほら長くできるじゃないですか。ここのね、うっていう字のこの子のことだけを考えて形をねうまく書こうって思えばこうなるわけですよ。こっからこう来てこういう風になればかっこいいでしょ。だけどどうしてもマスの中見れなきゃだからね、その辺をうまく考えてやるっていうとこかな。で、それで C ですね。C の中心線はこの辺り、中心の上に乗りません。乗らずに左側から入ってください。で、なるべくこういう風にしなり、さっき言ってた毛の時話したかな。これ、しなり、少しね。これはほら、こう膨らんでるけど、C の場合はあんまり膨らまない。あ、ごめんなさい、ぶつかっちゃった。あんまり膨らまず、ここがへこむぐらいなもんですね。へこめば綺麗ですね。かはさっきの、そう、3、4年生の方の動画とかも時間があれば見てもらいたいなって感じですけど、ここがこういう風に斜めになりたいんです。そのためにはどうしたらいいかって言ったら、上がって下じゃないよ、下になっちゃうとこうなっちゃうから立っちゃうでしょ。ここ上がったら内側に入ってあげればいい。そうするとこのラインが持ってこれますよね。で、そしたらここからこういう風に引けばここもこうなりますから、内側に入るというところで、点々打ったらここも点ですね。で、草を、くです。くね、どの位置から入るのかなってよく見てください。こう、あんまりここもガチンって強すぎないようにね。カクンカクンっていうのはあんま良くないです。これね、さですよ。次はさ、長くして、ここ長く、一番長いんです。で、真ん中貫くようにこういう風に降りてきて、横、跳ねるのは横、横からそれを受けてだんだん強くキュッて、で、ここより出ないっていう風にすると、さっていうのはなんとなくこういう三角形に見えますよね。こういう字の形をしてます。はい、おが難しいですか。真ん中のこうキュッて、よくあるこの一画目キュッてやつですね。で、ここ左へすごくこうキュッてきてください。左ね、下に落ちないように。これ地を書く子多いんですけど、地は全然違うでしょ。こう来てこう下に降りてくるじゃない。こうこの動きじゃなくて、ギュッとも全然違うものだと思ってください。地じゃないね。はい、次です。
食べていた、この文章はね、先生が考えてるんじゃないんですけど、今回のはママかな、ね、たまに変なのがねあるから、うーんって感じですけど、普通ですね今回はね。タです。ここからギュッと来て、右寄りからでいいですよ。こうしといて、こう今度あのこちら側に行くに従ってだんだん力が強くなっていくみたいな、ここでスッとまた抜けて、優しくからまたギューッと力が入ってっていう、真ん中のこの部分、入りの部分が優しいんだって覚えてください。線は同じ強さで引きません。ドンギュッっていうのはもうこれつまんない字しか書けません。こういうのね、スー、ひらがなの場合スーってだん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 強くなるの、ここね。そう、この力加減もねなんかで表せたらいいんですけど、なかなかね書いてるところを見てもらうのが一番ねそれが伝わるかなと思います。そう、ほらガチンってやってないでしょ。ここもそうよ。た、あ、またぶつかってごめん。食べてキュッとして、またキュッとして、はい、イの復習きました。内側入って止まる、こっち上に跳ねといて、こうです。ここね、あんまり短すぎるのもちょっと良くないので、そこはね長さはまあここよりは短いけどっていうところで、やりすぎに注意してください。はい、た、ね、こういうの見るとわかるかな。ここが優しくから入って、あ、だんだん強くなってるなって、筆じゃないけど筆みたいに少しあの太さが変わってるなっていうのがわかると思うんです。こういうのが出せるようになると一番綺麗なんですけど、出しやすい鉛筆っていうのもやっぱりあります。これね出しやすいですよ。筆鉛筆って名前の、あの鉛筆ですけどね。そう、あの何が言いたいかっていうと、この太さなんですよ。やっぱりね、太くて柔らかいっていうのが、そういうのがあの出しやすいので、自分に合った鉛筆、あの、まあ、汚しやすいとかやっぱメリットとデメリットがありますので、その辺は好き好きなんですけど、ただ全体的に見て、あのもうほら、なんだろうな、作品ってなった時には消しゴムはまず使わないっていう風に思って書くことですよね。だからもう消すっていう前提がないわけですから、濃くてあの見やすくて、やっぱそういう太さ、強弱が出しやすいものっていうのが一番やっぱうまく見えるわけですよ。だからまずはその消しゴム使わなくてもいいように集中して書けるようになることっていうのがあの大前提だと思います。ということで 1,2 年生はまず集中して書けるようになるっていうところですよね。それによってこの筆記具、使う筆記具変わってきますんでね。そう、そこをあの頑張りましょう。はい、では失礼します。